私がしているこのコーディネート、トレンチコートなんかこう奥行きが違うというか、ネクタイがちょっと面白くて、メンズファッション TV。 皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はトーンオントーン、トーントーンっていうのは、いろんなスーツジャケットのコーディネートの手法の一つの中のカラーコーディネートの方法です。前回この番組ではアズロエマローネというカラーコーディネートについてお伝えしたんですけども、今日のトーントーンはこのアズロエマローネと組み合わせても使えるコーディネートです。実は今私がしているこのコーディネート、これトーントーンなんですね。これはですね、同系色でまとめる色合わせのことです。今日はネイビーのスーツなんですが、まあ、ちょっとブライトなネイビーのジャケットにブルーのストライプのシャツ、そこにブルーのコモンタイを合わせました。非常にこう流れるようなというか、綺麗なグラデーションが描けるんですよね。でこの着こなし、まあ、同じようなトーンで揃えるってことなんですけども、一番大事なのは色にメリハリをつけること。青でも水色からどんどん濃くしていく、グレーの場合もライトグレーからチャコールグレーっていう風に濃い色に持っていく、まあ、次第に濃くなるとか次第に薄くなるっていうようなグラデーションですよね。グラデーションをつけるっていうことがトーントーンにおいて非常に大事になってくるわけです。このスーツのブルーとこのタイのブルー、これは同じブルーの仲間ですが奥行きが違うというか、ここからはトーントーンを使ったさまざまな組み合わせ、またそこにアズロエマローネの要素を加えてどう変化していくのかっていうところをご紹介してみたいと思います。例えばちょっと茶色い、これストールですね。こういうものを、これ赤も入ってますけど、今度はインナーにカーディガンを足してみました。水色のカーディガンですね。これは冬のアウターのコートをこのトーントーンのスーツの上に足してみました。ブラウンのコートですね。アズロエマローネで茶色と青が非常に合うというお話を前回いたしましたが、こんな風にトーントーンのブルーに茶色を足す、これも綺麗ですよね。2つの要素を掛け合わせているわけです。こちらはベージュのトーントーンです。ベージュのスーツにベージュのタイ、春はなんかちょっとトレンチコートなんかこうね、肩にかけてもいいですよね。これブルーのモヘアコーンのジャケットですね。ちょっと鮮やかな色ですけども、デニムシャツとニットタイでちょっとリネンのポケットチーフをしてみました。全体的にブルーで濃淡を作ってトーントーンでコーディネートをまとめてます。このネクタイはちょっと面白くて、これ証券側が色が違うっていう、阪急メンズ館で買いました。今日これパンツはチノパンを合わせてます。リネンのストールですね。なんかこういうの巻いてもこう全体にブルーですよね。こういったトーントーンの着こなしをするときに、スーツやジャケットに入っている、例えばチェックのジャケットであれば、そこに入っているペーンの色を拾ってあげることでもトーントーンは作りやすいと思います。メンズファッション TV ではその他トーントーンを使ったさまざまな組み合わせ、また他のコーディネートについてもご紹介していきますので、この番組が少しでも面白いなと思っていただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。